皆さんこんにちは、ミカです。ご視聴ありがとうございます。今回の舞台は東京の吉祥寺です。最近は仕事で吉祥寺とか三鷹とか国分寺あたりの中央線沿いに行くことが多いので、その仕事帰りや仕事の合間にもう春頃から少しずつ取りだめしてたものを編集でまとめて皆さんにシェアしていきたいと思います。今後吉祥寺のカフェとか洋食なども紹介したいと思ってるんですが、まずは焼肉編をお届けしたいと思います。ということで、一番目に紹介したいお店はこちらの本格焼肉樹公園の天壺です。ここはもう食材とか味って意味では多分私一番好きかもなと思ってたら、ちょっと食べログ評価も高かったので、こちらは自信を持っておすすめできるお店でした。過去に食べログ100名店に選出されているお店も含めて、今回は5選ピックアップしてみました。今回は食べログの評価順にもうほとんど僅差なんですが、高い順に紹介していきたいと思います。やばー、おしゃれ、綺麗、綺麗すぎる。透明だ、透明のお皿に弱い。やば、光ってる。やばい、このエゴマも最高。1992年創業のこちらの天壺は自家製の秘伝のタレが特に自慢だそうです。仕事終わりのご飯。やばい、うまそうすぎ。こちらのみゆき園はもう入ったらすごいおしゃれと思って、そこがまずポイント高かったのと、あとすごい美味しかったんで、私的にはもうリピート決定みたいな感じのお店になりました。こちらは2022年の6月にオープンしたばかりで、イタリアン料理店のエルモなどを展開するソフトライングループの新業態だそうです。オープン場所は東急裏エリアのフリッパーズが入っているビルの2階になります。色とりどり、やっぱ野菜最高。コムタンスープ、チーズおしゃれですね、みゆき園で。うまそう。眩しい。続いては1974年創業の老舗焼肉店李兆園吉祥寺店に行ってみました。行ってみます。着きました。有名で美味しいって友達に聞いたので来てみました。食べログ百名店、私がいつも探している食べログ百名店、吉祥寺でも見つけました。じゃーん、私の好きなサラダ尽くし。やばい、全部大好物。やばい、このタンスープうまそう。ちょっと肌寒かったので、やべえ、超美味しそう。一人飯チャプチェ、チャプチェも美味しそう。ハラミは売り切れていました。カルビとロース、カルビとロース、今から焼きます。すごい綺麗。めっちゃ綺麗。北海産飲めるようになったから飲んでみる。すごい綺麗、この色綺麗。これも やばいこぼしちゃった。すごいすごい、透明なので撮ってみた。透明だ、綺麗、透明。最後に冷麺で締めます。韓国のと、綺麗な透明の、透明に反応する私なので透明の酢をかけて冷麺で最後締めます。
こちらのスペイン料理のビードロもまた別の動画で紹介するんですが、そこからすぐの次のお店はちょっと新しくておしゃれな感じのエイジングビーフを紹介したいと思います。エイジングビーフ、ここも評価が高かったので行ってみます。こちらの吉祥寺店は2018年4月のオープンなんですが、エイジングビーフは2010年創業の日本初熟成肉専門店となっています。でこちらのお店の雰囲気も新しくて明るくて清潔感のある、そしておしゃれな雰囲気となっていました。リンゴスジンジャー、なんかビールみたい。うまそう。うまそう。やべえ、またまた透明の皿、最高。透明の皿に私の好きな緑、野菜好きにはたまらない、最高です。やば、綺麗。もう置くとこないから端っこになっちゃった。ないけど、かじれた。美味しそう。コムタンスープ。すだち冷麺。最後に2021年10月にオープンしたばかりの、こちらも新しめの人気の焼肉チャンプに行ってみました。ということで今回はちょっと珍しく焼肉編を作ってみたんですが、これまでカフェシリーズが多かったと思うんですけど、あとはお手頃なラーメンとか餃子とか、あとはその町の美味しいものだったりするんですけど、ちょっと焼肉に特化したの初めてだったんで、でも個人的に結構焼肉好きなんで、お肉の量はそんなに食べれないんですけど、野菜系とかキムチとか漬物とか海苔とかお米とかスープとか冷麺とか、地味にすごいなんか健康的な食事なので、焼肉屋さんは結構個人的に好きで、女性にもおすすめしたいので、今回は吉祥寺の焼肉シリーズ作ってみました。ということで今後もちょっといろんなシリーズを試みて作ってみたいなと思うんですが、個人的にも iPhone15 の Pro Max にしたので、映像的にもちょっと良くなっていくんじゃないかなと思っています。仕事を頑張っていっぱい稼いで、撮影費や制作費の方に回していきたいと思います。ご視聴やコメント、チャンネル登録もすごく嬉しく思っています。ありがとうございます。現在メンバーシップでは撮影の裏側や未公開シーンなどメンバー限定の動画もお届けしています。